が名はネネチ。第五部隊所属、黄昏に染まれし者。志は魅了せし偶像の高み。いや、真骨頂。我と共に行こうってことで、一緒にこの街を探訪しよった。ネネと君との影マス旅出発。ネネが目指してるのはみんなに愛されるアイドル。ここでも活動していっぱい知ってもらうんだ。大丈夫、歌とダンスは全宇宙共通だから。ネネにはいくつか持ち曲があるんだ。いいでしょう。君も欲しい？それならこのネネ時代先生が作ってあげる。ネネは結構人間観察が得意なんだよ。ほら、あの人すっごい美人。見て見て、観察できてるでしょ。ねえねえ、こう見えて頭脳派なんだよ。資格だってたくさん持ってるんだから。よくポンしてる。それは多めに見て。もしかしてねねのハズバンドになりたいの？仕方ないな、来るもの拒まずだからね。君はとっておきの瓶に入れてあげよう。でも配信で魔力が使えたらな。必殺技を出して根っこを驚かせたりしたいかも。危ないからやめた方がいい。ここって貴族みたいな人たちがいるんだよね。やっぱり夕ご飯はパーティーしてごめんなすぼせみたいに言ってるのかな。スーパーネネチには苦手なことなんてないよ。早起き、それは苦手通り越して無理。つまり苦手じゃないから。ふっ、我は第五部隊の黄昏に染まれし者。好きな色はすなわち黄昏のごとき色。つまりオレンジが好きってこと。君もネネと一緒にステージに立ちたい？まあすぐには難しいから、ネネの弟子になるなら考えてあげよう。君の最推しはやっぱりネネ？はい、判断が遅い。そこは嘘でもネネ最推しって言わなきゃ。好きな飲み物は炭酸が入ってるやつ。しかもビタミン C 入りだと最強。健康にも気を使ってるよ。アイドルですから。ネネと君ってシナジー感じない？ちょうどいいっていうか名コンビっていうか、そう、最強コンボって感じ。今ネネのこと見つめてた？見ていいよ。苦手な飲み物はありません。ネネは好き嫌いしない良い子なんです。野菜？あー、聞こえません。お散歩あるあるだけど、気になるお店にはつい入っちゃうよね。おかげで出費がうぐぐ。ここで歌って踊っちゃおうかな。みんなに見られる？甘いな。アイドルは見られてなんぼだから。自慢になってるかわからないけど、ネネはすっごく諦めが悪いんだよね。そのおかげで元気にやれてるんだけど。え？落ち着きがない？確かにそわそわしてるかもだけど、
そんなところもネネらしいでしょ。ネネのモットーは明るく元気な笑顔。愛されるアイドルへの近道は自分が楽しく元気に過ごすことなんだから。とかプリンとか甘いものはいくら食べてもいいんだけど、生クリームが多すぎるとちょっと胃もたれが。このお店を盛り上げるなら君はどうする？ネネとのコラボカフェ？君もしかして天才か？白と赤の甘味のシンフォニーの一つ、かっこよく注文してみたけどどうだった？今頼んだもの？ショートケーキだけど。ここには美味しいものがたくさんあるし、今のうちにたっくさん食べておかないと。そしてそのまま冬眠したい。君ってここのカフェ好きなの？行きつけのカフェがあるってかっこいいよね。マスター、いつもの。それは違う？なんだかネネもこのお店気に入ったかも。君の影響かな。メニュー制覇するまで通っちゃおう。君にいいことを教えてあげよう。ラーメンに塗った桃は美味しくない。当然そうかもしれないけど、話すのは苦手だけど、仲良しの人とはいっぱい喋りたいんだ。君も食べてばっかいないでネネに付き合って。ネネは配信も大好きだし、こういう配信内ののんびりした時間も好きなんだ。今も可愛いから配信する？それは NG です。この前サイン会ベータちゃんを見かけたけど、なんかもうすっごいの。何がすごいって、そりゃもうボリュームが。さっきから黙ってるけど大丈夫？もしエマが持たないならネネが喋ってあげる。鍛えたトーク力を今見せる時。今日は一日歩き回ったはずなのに全然疲れてない。それだけ今日が楽しくて夢中になってたってことかな。やっぱり君がいてくれたおかげだね。ネネちの覚醒にふさわしい夜だ。選ばれしオーディエンスよ、よく聞け。ネネチはお腹が空いた。食べ物を捧げよう。こんな夜まで付き合ってくれてありがとう。でもネネはまだまだ元気。配信者は夜行性だからね。夜風でコートがヒラヒラするやつやりたいな。けどネネの服でヒラヒラするのはコートだけで、これ以上はライン越えだから。この景色いろんな人に見せてあげたいな。そうだ、ここから配信するのはどう？ネッコのみんなと思い出をシェアできるよ。夜はカブトムシの行動時間。大丈夫、さすがに捕まえに行かないよ。今日捕まえるのは君だけどぜ。でね、すっごく綺麗な景色だね。ステージみたいにキラキラしてる。連れてきてくれて本当にありがとう。今日はずっと君といていろんなこと話して、いろんなもの買っていろんなもの食べて、なんだかこれってデートみたいだね。ネネはこれからもっと愛されるアイドルになる。それでもっともっといろんな人を笑顔にするんだ。そういうわけだから、こ
これからも応援よろしくね。